ゴールデンアワープリンシプルこのグラフは値があまり正確ではない。あくまでも大まかな目安である。カーラーの救命曲線とは心臓停止、呼吸停止、大量出血の経過時間と死亡率の目安をグラフ化したもので応急手当の講習などでよく使われるグラフである。このグラフはゴールデンアワーコンセプトについて説明するために作られた。これは外傷による 死亡の疫学調査の結果、受傷から1時間以内に手術室に搬入していれば、救命できた可能性のある例が、かなりの割合に上ることが分かったことから、受傷から1時間以内を、ゴールデンアワーと通称したものである。この種のグラフとしては、1966年にアメリカのドリンカーが作成したドリンカーの救命曲線があったが、日本においては、1981年に、 フランスのカーラーが作成したカーラーの救命曲線が使用されることが多い。ただし、あまり厳密なものではなく、あくまでも大まかな目安に過ぎない。このグラフそのものは、救命講習ではよく提示されるものの、救急医学においてはすでにあまり用いられなくなっている。ただしゴールデンアワーコンセプトは依然として重視されており、これに基づいて、重症者を迅速に病院に搬送するため、 外傷病院前、救護ガイドラインが策定された。ありがとうございます。